7月15日、情報バラエティ、ポカポカ、フジテレビ系、ニコンドーマサヒコ、59、が出演。番組の恒例コーナー、牛肉ぴったんこチャレンジに挑戦したが、その際のある行動が物議を醸している。写真あり、肉を300グラムぴったりに切るというコーナーで波紋を読んだ19日に還暦を迎えるコンドーは、結婚30年になる妻や16歳の息子についてトーク。 そして番組終盤牛肉ぴったんこチャレンジに挑んだ牛肉ぴったんこチャレンジはゲストが高級肉約 2kg を 300g ぴったりにカットできれば 2kg すべてを持ち帰れるという企画この日の放送では鹿児島県産 A5 ランクの肉が用意されました約 2kg で6万円に相当するという高級品ですスポーツ指揮者近藤は両手にビニール手袋を着用し 肉がスタジオに登場。MC を務める原市沢部優、38、に自身のほどを尋ねられると大丈夫だと思います。多分、僕、ご飯行くと大体100グラムぐらい食べるんで、それの3倍とコメントしたのだが、カットに挑戦する前、4日後に控える武道館ライブの告知をする場面がありました。その時、近藤さんは、今日こうして色々やらせてもらったけど、 頭の中武道館のことでいっぱいで、とおどけてコメント。その時、ビニール手袋をした両手で頭を抱え、髪の毛をわしゃわしゃと触ったのです。そしてそのままチャレンジに突入。近藤さんは左手を肉に添え、右手で包丁を握りました。カットした肉をはかりに乗せる際にも、このビニール手袋を使って肉を持ち上げていました。全室スポーツ指揮者、結果。 近藤がカットした肉は 395g で牛肉ぴったんこチャレンジは失敗。しかし X 上ではチャレンジの製品以上に髪の毛や頭を触った手で肉を触るという行為に注目が集まった。手袋したまま頭とか顔触るとか汚いな。 手袋したてで髪の毛がっつり触って生肉触るって考えられない他の出演者のあの冷ややかな目やっぱテレビコンスタントに出てないとダメだねシャープポカポカで肉切る企画で近藤さん手袋したまま頭触ったりしてそのまま肉切ってた演者の手を汚さないためのものだから良いんだろうけどあの肉そのまま店に返すのかなスタッフが美味しく食べるのかなマッチ肉触るから手袋してるのに それで頭や顔ぶれって、そのまま肉握るのが無理すぎる。高級な牛肉であるだけに、放送後に捨てるということは考えづらいが。還暦を機に、衛生関連も改めて見てる必要があるのかも。